リノリュウのどうも、リノです。はい、はい、どうも、カイテです。おお、いいじゃん。はい、というわけで今回は最近買ったお気に入りの購入品をご紹介したいと思います。イエーイ。僕は4つご紹介したいと思います。最初にこちら、バビューンチフレのリップスティックでございます。色が544番と542番。542番はこんな色で、結構ね、薄めのお色、ナチュラルに血色感をくれる感じの色で、744番は似てるな。でもこの2つの色、ブラウンっぽい赤で、この2色を自分はいつも気分によって使い分けて塗ってます。キヌちゃんが使ってるの見てめっちゃ可愛い色と思って買わせていただいた商品でございます。はい、次はみんなも知っているこのエティセオイルブロックベース部分用下地ですね。めっちゃ前から有名で、自分も存在はしてたんだけど、こんなんで手軽はずないさと思ってあんまり信頼してなかったから買わなかったわけよ。でもあんまりでも手軽から試しに買ってみたんだけど、結構良かった。これは鼻がよくてかるから鼻に使ったりとかして、化粧の上からでも化粧直しとして使えるので、テカリが気になるお客様がいたらどうぞこちらをお試しくださいませ。はい、続いて大阪来てからずっとこのショルダーバッグをもうずっとこれを使ってて、こんなちっちゃい顔なのにどでかい財布を、こんなどでかい財布をこれに入れてたわけよ。で、何も入らないみたいな。だからなんかもうちょっと大きいバッグ欲しいなって思ってて、ショルダーバッグを、これショルダーバッグ、ショルダーバッグ、これはウエストポーチ、でもウエストじゃないよね、ショルダーバッグ、ショルダーバッグのちっちゃいバージョンを使ってたんだけど、もう少し大きいバッグ欲しいなと思って頑張って2つ買ってしまいました。最初にこちら、かわいいバッグでございます。これはリゴンに売ってたんだけど、一緒にその時買い止めて一目惚れして買っちゃった。自分シルバーが好きだから、こういうのダラダラってつけて、こんな感じでこう使って回るようです。で、二つ目回る、こちら韓国ブランドですか。めっちゃ可愛いこれこれで急に声がでかくなった。大愛のバッグ、これは大阪のニオっていうところで買ったんだけど、多分セレクトショップなのかな。そっちでなんかたまたまお会いにつけて、で、本当に自分携帯でカバン欲しいなって探した時に、本当に全く同じカバンを通販で買おうと思ってたら、お店にたまたまあって、あ、もうこれ買うしかないと思ってこれを買いました。こちらもとても結構ポケットが多くて、こっちもある、こっちもあるし、どこに入ってる、こっちもあるし、こっちもあるし、すごい容量が、容量、大容量、大容量で、とても可愛い、うん、この紐の部分でも、おわい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 、とってもお気に入りのバッグになっております。僕は以上の4点をご紹介しました。ありがとうございました。可愛い。しかもこの人ね、このバッグを OY 買った後にこれを買ってるから、自分マジでびっくりしました。でも1万ちょっとしかしなかった、安いよ、うん、でも1日にバッグを2つ買う人ってさ、そうそういないんじゃないかなと思う。ずっとこれ使ってたから買いたくて買いたくて、ちょうどよく買えたって感じ。では以上でございます。続きまして、カイテの購入費を紹介したいと思います。まず最初、じゃん、 3C のなんだこれ、トリプルシャドウです。かわいいじゃん。これが自分の肌が結構イエベなんだけど、イエベの人ってね、オレンジ味のなんか色がいいみたいで、これ結構ね、ほらオレンジっぽいやつで、夢見る少女じゃいられない、こんな感じ、見えるかな、こんなで、この順、このこの順番です。お色味めちゃくちゃ可愛いお色です。で、次がこれがね、 K パレットのリアルストロングアイライナー 24HWP って書いてある。
これがめちゃくちゃ落ちないやつで、ウォータープルーフっていうのかな。でもウォータープルーフってなんかでしょ、お湯で落ちるやつだよね。そう、ウォータープルーフって書いてあったかも。あ、 WP ってウォータープルーフの WP よ。すごいね。バイトで居酒屋やってるんだけど、居酒屋でなんかね、これ使う前にキャンメイクのクリーミータッチライナー、黒さめっちゃ描いてるんだけど、アイライナーで、それね、帰る頃にはもうめっちゃヤバい感じになってた。ほくろがにじんで、もはやほくろじゃない感じになってたんだけど、シミ、そうシミ。これを買ってからマジで帰るまで落ちてない。お家まで、しかもお湯で落ちるし、めちゃくちゃいいと思います。夢見る少女じゃいられんぞ。次もまたコスメなんですけど、これです。こちらオペラのリップティントです。これがオレンジなんだけど、保湿力もあるしツヤあるし落ちにくいし、いやマジで最強だと思った。昨日買ったばっかなんだけど。次がスキンケア系のやつなんだけど、これです。今話題のお米のマスク。え、もうこれ本当にすごい。4回使ったんだけど、本当にね、この毛穴が閉まった。これを夜にやるんだけど、このダイソーのさ、シリコンマスクやって30分置いてるんだけど、自分は。めちゃくちゃ毛穴が閉まってびっくりした。これはマジでね、おすすめする。毛穴が閉まる。毛穴結構開いてるんだけど、それが閉まる。キュッて。これはマジでびっくりした。から毛穴で悩んでる人、これ多分使った方がいいかもしれない。で最後こちら、知る人ぞ知るソンバーユでございます。僕も持ってる。ね、これさマジでやばいんだって。なんか地元にいる時から使ってたんだけど、使い方としては洗った後にもうすぐ導入液としてこれを自分は使ってるんだけど、これを塗ってから化粧水すると、化粧水の浸透がやばい。めちゃくちゃ化粧水が入っていくから本当にすごいと思う。これ出力もあるし、ぜひ使ってみてくださいませ。はい、以上でございます。僕たちのお気に入りの購入品紹介でした。いかがだったでしょうか。はい、皆さんもよかったらおすすめなので買ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。じゃ、カイト君のこの紹介してくれた商品全部僕がもらっちゃいたいと思います。